スウェットのコラボ作品、はい、ね、牛すじ煮込みカレーが有名なホットスプーンさんに来ております。イエーイ。こちらで超スペシャルな激辛を平らげようかと思ってますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どれだけ僕たち汗をかけるのかやっていこうと思います。いやー、いい汗かつくよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オリジナルだね。オリジナルだ。どうかな。34からぐらいあるんだけど。まあそこまであったらすごい最高な映画撮れるんじゃないかと思いますけど。それはね、ここの雰囲気が最高って感じ。はい。いろんなことわがまま。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、頑張ろう。はい。頑張ろう。
泣いてる。どうなの？どういう状態なの？言葉を失うじゃん。ごちそうさまでございました。
チャンクだ。いたアイスチャンクだっさ。これで座れる。アイスチャンクだっさ。これで座れる。アイスチャンクだっさ。そうそうそう。これで口の中で。牛すじのカレーと濃厚の違いがですね、はい、ルーに刻まれているお肉と野菜とスパイスが増えてまして結構ドロッとしたカレーになってます。一応こちらの牛すじ煮込みカレーの方がサラッとしたカレーになってます。濃厚のカレーガツンっていくのであまりその女性の方女性で頼むのといいかなと。なるほどね。いやあれはねそうですね結構ね。でも濃厚の方が美味しく映るんで結構濃厚頼まれるんですけど、女性の方にはこれサラッとしたカレーが、こちらの野菜カレーね、はい、野菜カレーで僕らのようにこの右からさらにマックスはあまり気をつけてください。たまにいらっしゃるの全然マジですか。結構今日結構辛いです。結構あの10キロ走ったんです。一応ライスがお選びいただきたい。これも要素もちょっと特盛り以上でしたまたおかわり料理になっちゃう。ホットスクールさん、サービスがすごい良いですよ。自家製のチャイムね。月分から木曜日トッピングやってます。これ大事ですね。トッピングもね、はい、なんで金曜日休みかっていうと、金曜日だけですね、牛すじ煮込みカレー3割引きで販売してます。マジっすか。そういうカレーの日っていうのやってまして、880円が615円になります。安い。金曜日おすすめでございますね。金曜日とか、濃厚カレーとか安くならないんです。あ、なるほど。牛すじ煮込みカレーだけぜひ来ていただければ。ありがとうございます。今日は美味しくいただきました。そしてこのね、はい、あのチャイ自家製。こちらの自家製のチャイは、こちらのお店で、はい、日本で煮込んで作ってる。素晴らしいですね。これもサービスです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。今日はですね、激辛と戦ってきました。スワヤと二人でね、どうでしたかね、スワヤね、今日ね。立ってられないと。もうあの私たちあの合わせても100歳超える2人でございますけども、内臓にダメージがですね半端ないということで、今日は締めくくらせていただこうかなと思ってます。次回は北海道ですかね。次回は北海道の方に、行ってみようかなと思ってます。はい。そうですね、北海道でも我々は、またさらに挑戦を続けるということでよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。